皆さんこんにちは、なずな先生役の安西千佳です。よろしくお願いします。いやー、荒木なずな先生を演じさせてもらったんですけれども、なんて言いますか、こう一応先生なんですけれど、こうちょっとお茶目で子供っぽいような、こう素直なこう感性を持っていらっしゃる方なので、例えばまあ大人の方のあるあるだと思うんですけど、子供の頃ってこう大人って大人だったじゃないですか。もうでも自分がその年齢になった時に昔からそんなに変わってないなみたいな感覚があると思うんですよね。なんか本当そういう感じで、きっとこう昔からこうやって一生懸命やってきている方なんだろうなっていう、教師という枠にこう当てはめてみると教師に見えるけど、なんか普通にいたら多分めっちゃ面白い人なんだろうなっていう素敵な女性でした。すごい楽しかったです。そしてノベルゲームということで、シナリオをね全て読ませていただいたんですけど、めちゃくちゃ面白くて夢中になって読んでしまいまして、結構寝不足でした。読んだ日は。皆さんもねそうやって他のキャストの皆さんのお芝居だったり音だったり演出がついたノベルゲームを楽しんで、銀貨を楽しんでもらおうと思うんですけれども、ぜひたくさんのめり込んで、楽しんでいただけたらなと思っておりまして、私の個人的なねちょっとあれなんですけれども、シナリオ読んでめちゃくちゃカレーが食べたくなったんですよ。だからちょっとまあおすすめはカレーを用意した状態でプレイすることですね。はい、もう他にもねいろいろ夏休みだったりだとか、私も夏が好きなんで、なんかうわーこんな夏休みをなんか過ごさせてもらえるじゃないですけど、ちょっとなんかまた一つ夏休みというものがこうなんだろうな、尊くなったと言いますか、はい、いろんな思いをまた一つ、抱けるような作品に出会えました。皆さんもなんかこの作品でそうやっていろんな夏だったり、まあいろんなね感情を動かして楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、そんなわけで以上、なずな先生役の安西千佳でした。楽しんでください。バイバーイ。